今回はカルディで買ってきた調味料を試食してみたということでやっていきたいと思います。これね、卵検証今やってて、その間の途中の動画なんですよ。なんで、はい、卵検証見たことがある人は、ここだけがない感じだと思います、この動画だけね。はい、まあ、とりあえずこれ卵が5つあると。で、このね、今まで自分が食べたこともない調味料、めちゃめちゃカルディって調味料も多いし、面白いものがいっぱいなの。お土産屋さんみたいな感じだった。うん、で、買ってきたものを今ね、紹介しながら食べていきたいと思うんですけど、これめちゃくちゃうまそうじゃないですか。明太子なめたけ。こちらが、410円です。高いか。どうだろう。普通のなめたけに比べればもちろん高いなって感じですよね。はい。これをまずね、ちょっと、試食していきます。では、明太子なめたけめちゃめちゃうまそう。食べます。明太子なめたけ、甘いんだ明太子なめたけ。なめたけって甘いっけ。そういえば、普通にうまっ。はい、甘いね。もうちょっと甘くなかった方がうまいけど、甘くなかった方がいいかなって思ったぐらい甘い。明太子なめだけちょっとピリ辛。はい、お次、焼肉ザパンチ丼。これね、これはいくらだろう、426円ですね。ふりかけみたいな感じになってて、原材料名が塩とフライドガーリック、胡椒、唐辛子、ローストガーリックっていうことなんで、ちょっとだけ気になるのがフライドっていうとこですけど、揚げてあるからね。そこだけ以外は、なんか、変な添加物とかも入ってない感じですね。これは普通に、添加物は入ってますね。はい。ちょっとこれ、めちゃめちゃうまそう、これも。いきますよ。うわ、すんごいくっさ。今から人と会うから大丈夫かな。まあいいや。ちょっとかけます。すごい、ちょっと先に、うまっ。岩塩だ、岩塩とこの七味唐辛子みたいな感じのも入ってるし、焼肉ザパンチ、岩塩のガリガリ具合がね、美味しいね。はい、あとニンニクめちゃめちゃ効いてる。フライドガーリックとローストガーリックが入ってるだけある。これだとしたら最後、でもデスソースっていうのがあったんですよね。デスザーサイ、これを食べたらあと味がバカになるから、やっぱちゃんとしたものがのがいいね。ちなみにこれはカシスマスタードです。ちょっとこれいきましょう。魔法のスパイス。なんか一度食べたらやみつきのうまさって書いてある。うまいの字が違う。いきます。よし、いきますよ。こっちがついちゃった。なんか塩かな、塩、カレーの匂い、カレー粉末って書いてある。好きな味だ。カレーとなんだこれ、ジンジャー粉末とか、あとコーングリッジ、なんだろう、パプリカ粉末と香辛料。美味しい。今のところ卵に一番合うかもしれない、味としては。でもこれは食感としてガリガリ具合がいい感じで、これはちょっと甘いな。で、4つ目、これが挑戦です。かなりのこれとこれが挑戦ですね。カシスマスタードですよ。初めて見ましたよ、こんな代物。おっと、カシスマスタード、魔法のスパイス、ちょっと言うの忘れました。魔法のスパイスが
483円ですね。はい。で、カシスマスタードが、345円です。よし、いきます。おー、マスタードっていうか、いや、マスタードの匂いより、カシスの匂いが先に来た。マスタードは、あ、後から来た。お、ということはこっちの方がいいのか。こっちだな。これ、マスタードは卵と合うんだけど、普通に。カシスですよ。初めて。苦っ。ちょっと待って、卵がどうとかじゃなくて、これが別に美味しくないか。なんか酒の匂いがする。カシスってそうか。カシスを、苦っ。これ好きな人いんのか。全然美味しくねえ。これダメだ。これはダメだ。ごめんなさい。まずい。え、どうしようこれ。何で使えんのこれって。まあいいや、次最後に。あ、ちょっと気持ち悪くなってもらった。あ、これちょっと気持ち悪い。あ、そこまでいっちゃダメだな。まあいいや。デスザーサイです。これもチャレンジ食材です。完全に。ザーサイの匂いです。普通に。こんな感じです。デスザーサイ。ここの平らの部分に乗っけて。ん？あ、味はうまい。ん？辛い。すごく辛い。うわ、辛い！ 5 秒ぐらい後に来た。おー、辛い。うーん、そういうことね。美味しいけど辛い。普通になんか、あー。あ、でもね、辛いの大丈夫だな。あ、今もう、ちょっと落ち着いた。これ以上いったら辛くてやばいってなる感じだったけど、平気だな。うん。ん？デスザーサイ美味しい。なんだ？だとしたらこんなにデスじゃない。うん、辛いけど辛い辛い。辛い。けどこれ以上はいかないからね、この体から。うん。辛いもの入れるだけです。です。カレーや麺類に激辛、極辛トッピングって書いてあるんですけど、確かに、今のこの感じで食べた量を食べても、まあ辛いですよ。辛いですけど、あ、ちょっと残りますわ。うん、でもなんか、死ぬほど辛いやばーって感じではなさそう。あ、でも熱い。まあこんな感じぐらいですよ。うん。ちょっと、カルディ、面白いな。これが超、やばかった。抜けて、変な感じだったな。いろんなね、あと、食材もあるし、調味料もあるし、まあ、食材が、そうなの、全部いろんな多国籍のものがあるから、めちゃめちゃ面白いわ。日本にいるのに、多国籍のものを食べられる感じ。これちょっと試していきますわ。調味料でしたけど、今回ね。はい。ということで、今回も終わりたいと思います。さよなら。